今度は川崎です。マイクリエンドジュニア、こちらもオールラウンダー、何でもできるプレイヤーですが、一人飛び込んでいった、リードリタッチ、ここはうまくついていきました。そしてこの2人のマッチアップ、ジョーンズとマイケル・ヤング・ジュニア、振り向いてシュート、うまい、ただ手で捉えていきます。ここはしっかり取りました、渋谷です。さあ今度はベンドラメ、熊谷が次が中抜ける、ソフトファールを奪っている、バスケットアウト、決めてきました。かわしていきます。そして今度は前はライアン・ケリー、またミスマッチが生まれている。お父さんが中に送った、カバーここは飛び込んでいきました、奪い合わせです。激しい攻防はライアン・ケリー決めきれない。さあそして走っているマイケリング・ジュニア、かわしていく、バスケットカウント、激しくリングに突進していきました、マイケル・ヤング・ジュニア。オフェンスは、両チームなんですけど、はい、よく動いて、ボールと人が動くとやっぱりディフェンスの形変わりますからね、はい、一つオフェンスリバウンド取りやすくなりますよね。そしてまたここ最後はファジーカスです。ジェンがフェイクを入れてからマイヤン・ケリー、はい、さあ逆に川崎はどうでしょうか。このファジーカス、戦えていた、押し込んできました。こうなるとこの力で打開するか、マイヤン・ケリー難しいシュートは決めてきました。入れ合っているフリーを作り出す、あっとブロック、そして走っていたジャニング、シュートに行きました。熊谷とケビン・ジョーンズ手渡しで、あっと藤井が、あそして最後は高さが入りました。連続ポイント川崎です。そしてこれたまらずタイムアウト、いや大きいですよ今のスリーは、大きいですな。ちょっと長い裏が出ます浜田さんに、ファンディス一気に来た川崎、ピンチを救えるか、あっとちょっと出したことなかった。そしてベンドラメ、今度はどうでしょうか、ようやく来ました、今日8本目のその死闘で中、どんなのかどうか、西野シュートで持っていけるか、バックショット決めてきました。なんとか続きました、タイムのプレーです。終盤です。対する川崎は突き放したい、ファジーキャスから、あとスリーポイントだ、ここは仕留めてきました、よく入れましたね、マイケル・ヤング・ジュニア、これで25ポイント。さあここはベンドラメです。さあ残りも13秒12秒ジョーンズ、最後はレイアップで決めています。ボール入れる、繋いでいきます。さあ、ここで時間が経過しました、ゲーム終了です。